笛が鳴って豊田 PK きっちり決めて今シーズンの初ゴール。まずは0対1アウェイのサガン鳥栖が先手を取りました。かなり強いボール蹴りましたね。そうです、正面ですかね、でしたね、まあ、豊田選手もね、はい、正直蹴りにくいと思うんですよね、はい、元チームメートですしね、はい、いろんなことをお互い分かっている者同士ですから、うん、はい、ただそこを思いっきりこう正面、はい、まあ、いいシュートでしたね。高い位置をね、はい、天井を突き抜けるようなそんな強いシュートを送りました。